中にもスプーン入ってんの、かわいい。見て、羽の猫。カラトリーセットだって。すごい高っ。お、スプーンとフォーク、ナイフも入ってる。すごい、すごい平べったい。これかわいいね。かわいいね、これなんか、うん、平べった水筒、探検隊の水筒。かわいいね、かわいい、かわいい。受けるんだけど、やだ。あ、ストローだ。おひげ買おうか。ストローのペン、面白い。おひげ買っていい？いいよ、おひげにする。ストロー、ストローも面白いね。本当にストローみたい。これ綺麗かな、大丈夫かな。うん、パンチ食らってる。怖いよ。怖い？笑いながらパン。すごいよ、リミ。見て。ほら。好きそう、リミ。パンダかわいいよね。あ、かわいい。かわいい、パンダ。あら、すごい。かわいい。おお、パンダ消えた。すごい。消えた。消えたパンダ。すごいね。こんなカラフルなのもあるよ。ほら。すごい。やば。バナナもある。うん、バナナもあるね。あ、蝶々もあるじゃん。かわいい。うん。どれ？これ？何これ？サンプル。ゲーム？これで、うん、これを叩くの。ゲームじゃない？うん、遊び物？これにする？これ買いたい。うん、これ買いましょう。はい。はい。700円ですね。蜂の巣ゲーム。蜂の巣ゲーム700円でございます。おからげ。大丈夫、入る？ひみ、面白くないこれ？かわいい。かわいい。え、この筆箱もかわいくない？かわいい。え、かわいくない？やばい。パズルだ。え、なにこれ？波の形にしてみよう。よくあるね、こういうのね。難しそう。これ結構難しいかもよ、案外。これパズル付きのノート。パズルが開かないと開けない的な。うん、ゲームオーバー。開けるよ。ゲームオーバー。すごい、やっぱフライングタイガーはいろんなものがあるね。面白いね。面白い。どう、なにこれ、パンダ、なにこれ。あ、電気つけるやつか。おーおーおー、なるほど。マイク買った気がするけど、あ、なんかあったかもね、ちっちゃい時買ったかもね。かわいい。ちっちゃい、見て、ちっちゃくない？ちっちゃい卵みたい。これ、かわいい。キャンディーマシーンだって。ね、これかわいいよね。これ大きさどおりに、ちっちゃ、ちっちゃ。これ、これ前、これは前からあるよね、この大きさはね。豚、天使の豚。かわいい、かわいい。これかわいいけど、500円だね。これは、うん、これもジュエリーケース。鏡入ってたら見ない。鏡入ってないね、これはね。これは、これもジュエリーケース。かわいい。なんかシンプル。でも鏡ついてた方がいいね。やっぱこれかな。こっち緑。これは？あ、これで目、あの鏡ついてる。うん。いいか。フライングタイガーで2000円チャレンジをしてきました。おーい。おーい。これ、リミが買ったものです。はい。じゃあ、一個ずつ紹介していきましょうか。ちょっとブイーンです。うん、ブイーンです。まず一つ目。はい。パンダの、なんか、バランスゲームみたいな。ほんとだ。
ちょっと最後にね、ゲームを開けてみよう。うん、じゃあ次買ったものをじゃあ先に紹介しようか。次、おひげのボールペンかな、うん、これ先っぽがボールペンになっておひげなんだよね。リミはその最初黒い方を選んだんだけど、よく見たら2本で100円ってなっててね、緑を追加しました。それは何、お家で使うと。はい、1本50円は安いね。はい、次、蜂の、なんだろうこれ、蜂のおもちゃみたいな、そう、壊れるやつ。まあ、これもおもちゃなんでね、ちょっと後で開けましょう。蜂の巣壊すみたいね。はい、最後、チョーク。チョーク、これはね、もう前からある、あったし、うちにも買ってあったんだけど、なんか雨で濡れちゃって、そう、玄関外にね、出しっぱなしにして雨に降られて、そのままにしてたらカビちゃったんだよね。しかも蓋開いてたんで、そう、もう最悪でも使えないなって感じですので、まだ置いてある。新しく買いましたね。はい、はい、じゃあ、まあ、チョークとボールペンはもうそのままなので、ちょっとね、おもちゃを一個ずつ開けてみましょうか。はい、まずじゃあまずそのペンギンちゃん、あ、違う、パンダちゃんですね。パンダちゃん開けてみましょう。どんな感じかな。こんな感じになってます。すごい。これをこうして、うん、って乗って、なるほど、順番に乗せて崩れないように乗せるゲームか。ああ、え、難しくないこれ。え、最初どうするの。え、こんなんなるの、ちゃんと。こんなん乗る？難しそう。ラインナップはこんな感じだしね。まあ、中に入ってるものはこの種類。難しい。できる？押さえて。とりあえず全部押さえてから話す。無理じゃねこれ。無理だよね。だいぶ難しいよね。じゃあ次のゲーム行ってみよう。パーチのオフパラダイス。はい。これする？うん。ちょっとやってみようか、どんな感じか。出来上がり、こんな感じで組み立てました。で、これはルーレットを回して、この何？出た、この出た色、下がっちゃった。うん、で、落としていくと。やるよ。やってみようか。何になった？黄色。じゃあ、え、それ黄色か。黄色をじゃあツンツンして1個落とせばいいのかな。そっち？正面こっちじゃない？こっちからだよね、きっとね。え、これむずくない？いけそう？押さえないとダメなんですよ。そう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 。うん。あ、いける。素晴らしい。はい、というわけで、今回はフライングタイガーで2000円。チャレンジしてみました。はい、それではバイバイ。どうだった、楽しかった？うん、結構遊べるかも ね、 ね、真剣になったらね。うん、バイバーイ。